サワギキョウは、気キキミか溝ク種族の多年草。美しい三野草であるが、全体に、毒性の強いアルカロイドを持つ有毒植物としても、知られる。茎の高さは50センチメートルから100センチメートルになり、枝分かれしない。葉は、無柄で茎に合成し、形は非新型で、縁は、細かい巨子状になる。花期は8月から9月頃で、 小紫色の深く五列した神経の花を茎の上部に相状に咲かせる。花びらは上下に唇に分かれ、上唇は鳥の翼のように二列し、下唇は三列する。額は金状で先は五列する。奇境と同じく優勢千塾でおしべから花粉を出しているおばなきと、その後にめしべの中東が出てくるメスカキがある。北海道、本州。 四国、九州に分布し、山地の湿った草地や湿原などに自生する。普通、群生する。他の貴境類とは、花形が全く異なる。同族は世界に200種あり、大柄な植物も多いが、日本には4種しかない。小笠原諸島には、低木状になる大浜気境があるが、日本本土には、以下の種が普通。沢木境は、独創としても知られる。 麻酔などの効能を薬草として利用された例もあるが、危険が大きいようである。横溝正子の長編推理小説、悪魔の手リり歌では、おしょうや殺しの名で殺人に使用されている。ありがとうございます。